はい、では始めます、えー、今日はラボール学園版、うん、マルクス資本論の労働化施設の見直しであります。えー、まずその1からいきますが近代勤労社会の共同元素ということですね。マルクス資本論の見直しっていうのはマルクス資本論 はですね労働化施設の最も典型的なあ形になっておりましてで、えー、そのマルクスの労働化施設というのがですね、えー、一つの近代の勤労幻想の勤労、まあ、社会の共同幻想の、まあ、典型ではないかということで、えー、その,の その共同幻想の幻想、えー、性がですね、えー、はっきりしてきたんでマルクス資本論もう,一回もう一回一から見直して、えー、書き直さなければいけないんじゃないかということですね労働解説の見直しの時期に来たんじゃないか。でえー、そういういこと であの共同元素というのは、まあ、どういうことなのかと。富や価値、生身の人間生み出せる国際頼るは次世代につけ、こうなってますけど、えー、富や価値は生身の人間が生み出したものであるということですね。つまり、労働によって富や価値が生み出されたと。 広い意味で考えた資本家の営利的な行為だとか経営だとか離職ですねからまあ地主が土地を貸して,っていう土地を管理あるいは貸してです、ね、お金を得ると時代を得るというようなことも、まあ、経済的な行為によって生身の人間の経済的な栄利によって 富や価値を生み出し得ていいるという考え方でありますもちろんマルクスは労働活説を循化しまして道道生身の労働者の労働だけ価値を持つ資本家や地主はそれを上前をはねているという批判になっていたわけですがあー広い意味でですね近代近導社会という何らかの経済的な 活動によって、えー、稼ぎ出す富を稼ぎ出すうー得ている価値を得ているというふうに、まあ、考えるわけですね。でそのですからあ何か支出政府が必要やあ何かしなければいけないとなったらあ その人々からですね、生身の人間から税を取ってですね、えー、それで、えー、賄わなければいけないっていう考え方になってますので、国債に、えー、頼るということは政府が借金することですから、その借金はいずれ国民があ働いて返さなければいけない、次世代にツけがあるという考え方になるわけですね。えー、それが、まああ 最近はです、ねえー、どうも生身の人間だけをですね、えー、価値を生み出すしたいと考える価値を生み出していると生身の人間の栄誉だけが価値を生み出していると考えることに問題点っていうか疑問が出てきたわけでそれで一から見直そうということですね。 だから国債に発行してもです、ね、次世代が、まあ、そ支払う場合に、えー、次世代において、えー、富を生み出し価値を生み出しているのはあ誰かということで、ねえー、生身の人間だけに限らないんじゃないかそうしたら、まあ、次世代にツケを回すとも言い切れないという <laughs> 問題に ことになってきますよね。そういうことで資春、えー、論の見直しというのをやろうとつまり近代がもういよいよ大詰めというかもう終わったんじゃないかともう、えー、冷戦終焉後ですね新しい時代に入ったという考え方捉え方もできますよね、えー、それはどういう意味なのかということをまずね、えー、近代を 勤労社会で生身の人間の働きで富や価値を生み出されていると信じ込んできた時代信じ込んでいた時代であるそういうことですね政府は累積債務がたまっているので国債を発行して、えー、積極財政で不況を脱却するのは次世代に付けを回すことになると思い込んでいる人がいるこれも富や価値が 富や価値を生むのが機械ではなく生身の人間だけだと思い込んでいる証拠ですまあ、機械もですね、えー、富や価値を生んでいるとすればですね債、えーえー、務が膨らんでそれを、うん、その富や価値を生み出すのは機械もですからあー生身の人間だけに付けが回るのではない いそこで全然変わって対応の違いが変わってきますよね、えー。それほど言ってるわけであります。えー、であの、えー、マルクスはその資本主義社会の労働搾取の原理を明らかにしたわけでその場合に全ての価値はですね資本家が あ投資で儲けたり地、えー、主が次第で儲けたりするのもですねあの労働者の労働で生み出された価値を、まあ、横取りしている搾取しているとか集奪しているということで成立しているというふうに、まあ、マルクスの場合は考えるわけですね。ただあの資本家の 所得収入というのはあ、資本家は同時に経営者でありますして、経営報酬というのをまあ会社からもらうわけですね。それと、株式を売買したりした、して得た利益だとか、株式に対する配当金ですね。えー、そういうのがあるということで、まあ、資本家は、あ 経営者の面,で、うん、面だけけでではないわけです。それで経営者のまあ経営に対する報酬はですね、えー、経営っていうのがなかなか大変な仕事でして、ねえー、一般の従業員の労働よりもかなり複雑であるかなり濃密な仕事をしているということが できますからあ2倍3倍あるいは10倍、えー、給与をもらっていてもですね搾取、えー、とは言えない経営に対する報酬だけだったら、ね、言えないわけですがただその場合でもうん100倍200倍になったらどうなんだと,ということですね経営者の経営の裁判一つでですね 会社の不審に関わるということもありますので、いや、100倍もらっても当然だと思っている人もいると思いますけどね。今や400倍っていうふうなもんもあるんですよ。そうなってくると、どうでしょうかね。それはちょっと、あまりにもね、取り過ぎではないかなということですね。だからあ ペイレッシオって言うんですね。あの、会社のですね、代表取締役みたいな、あその、中心的なメンバー。経営者のね。と、その、一般労働者の給与水準の倍率ですね、格差。それが、あ何倍くらいか。もともと、元々その、えぇ、ー、1970年まで、 はですね、70年代の中頃まではあペイレシオというのは大したことなかったんですね20倍ぐらいなんですそれやったらまあ経営の仕事大変ですから20倍ぐらい取っててもですねそれほど反発はないと思いますねところがだんだんですね70年代の後半からじりじり上がってきまして 90年代に急上昇します。それからまたまたうなぎ登りというかそれからまあ上がったり下がったりしましたけど、えー、今や300倍まあこれは平均ですよだからひどい企業になったら何千倍と取ってるわけですだからそういうふうなことで えー、やはりこれは経営者がですねその立場が強いから労働一般労働者の給与を、えー、生活に必要な最低限度に抑え込むことによってその剰余価値をですね、えー、かなりこの独り占めにしている、えー、経営者応急に回しているということが、まあ、言えると思いますから当然その搾取という。 経営者の給与というか、補給の中に搾取分が入っているということが言えますね。だから2倍、3倍って言うんじゃないんです。で、60年代みたいな20倍って言うんじゃないんですね。そうなってくると、やはりえかなりの経営者は搾取していると言われても。で、この他にまにもちろん、 株式を所有してますから、配当というのをもらうわけですね。だから、あそれで結局、すごいですよ、また。それで儲かるわけですからね。で、1960年まではね、それほどだから、経営者の給料というのは60年、それほど高くはなかったし、 それからあー配当もなかったんです。株式に対する配当なかった。ほとんどなかった。というのは、アメリカの場合はまだあったでしょうけど、えー、その日本の場合は高度経済成長期やった。だから、高度経済成長期の時は、どんどんそのお金があれば、その会社はですね、設備投資のお金を回していって、会社を成長させていかなあかんかったんですね。 だから、あの、配当にお金を回せなかったんです。だからけえあの、株主はどうやって儲けるのかっていうと、株を売買しまして、買った時の株が、まあ、売るときには値上がりしているんで、えー、債が生じるわけですね。で、売買して、えー、儲けていたと。いうことで、配当がなかったも文句言わなかったわけですね。ところが最近はあまり、あの、日本の場合は、 調子が良くないんで株も上がらないわけですね。だからやはり配当もらわないと、うんうん、いけないというので配当をもらっているんですね、えー。そのペイレーシオというのは経営者の給与ね。これはだから作詞、まあ、分も入っているわけなんです。でえー そういうふうに搾取とか剰余価値とは言いましてもですね、えー、何のことかわからないっていうかそういう人も割と多いわけですねもうマルクス経済学っていうのが割合、えー、人気がなくなっていますので、えー、そういう、まあ、昔はもう常識みたいに言ってたことが通じなくなっていますね。だから簡単に えー、その剰余、えー、価値とか搾取の意味を説明しますと1日、まあ、8時間労働だとします1時間で仮に4000円の価値を生むとしますと1日8時間で 3, 3万2000円の価値を生んでいるということですねですから1日3万2000円の価値を生んでいるわけですからあー 給料で価値を生んでくれた分だけ3万2000円の給与を払ってもまあ、資本家というか、経営者は損をしないわけです。で。あの？うん、しかし、利潤が出てこないです。で、利潤というのはその、えー、マルクス経済学では労働者の、えー、生み出したあ、常用価値から生まれることになってますんで、常用価値がないから。あ 理順がないといととうことですね。そうしたらまあ資本家は重要価値を得るためにあの株式を買ったり、えー、経営をしたりしているわけですからあー困るわけですね。それで労働者の賃金をですね、えー、できるだけ抑制して利潤を出すつまり3万2000円をまあ 3万2000円分の価値を生んでいても、半分、<laughs> 1万6000円であの給与、賃金を1万6000円にするから、それで働いてくれと。で、1万6000円、半分の1万6000円分は、これはあ私、雇っている、雇ってあげているんだから、私がいただきます。 ということですね、まあ、会,会社だったら会社の利、えー、順にしますということですね、えー。そういうふうに言われてしまうわけです。でもまあ普通のまあ品物だったらあ3万2千円のものが3万2千円で売れるはずやということですね、えー。だから相当立場が悪くなかったらですね、立場が弱くなかったら 価値通り売れるわけですけど価値の半分になってしまうという相当立場が弱いということなんですね。えー、半分しか賃金にならなくてもその資本家の提案を飲まざるを得ないと。しかし、まあ、どんなに安くても働けるかというと、えー、その給与で、えー、家族と生活が成り立たなければ。 いけない。最低限の生活費は、ああ、もらわないと、働け、働く意味がないわけですね。ですから、最低限の生活費まで抑え込まれて、決まる場合が多いんですね。だから、労働者は最大限妥協させられて、搾取されている。ということですね。で、その、 お平均的には普通のものだったらその貸し通りで売れるわけだけど半分2回叩かれるのはどうしてかということですね。それは人口がですね、労働力の人口が過剰なんですね。過剰になりやすい。だから、ダン房でも代わりがいると。つまり、えー、価値 生んだ価値の半分での賃金で働いてくれる人は他にもいるから他の人にしますと言われちゃうわけですね。まあ、そういうことで、えー、過剰な人口なんのはどうしてかという。それは、その、農民がですね、まだ資本主義がないときは、農民、ほとんどの人口は農民です。 農民が没落して労働してたっていうことです。なぜ没落したかっていうことですけど、まあ、15、6世紀にですね、えー、エンクロージャーという運動が起こるんです。これは、あの、毛織物がですね、外国貿易が盛んなったんで、売れるわけで、えー、羊を飼いたいということで、牧場を作るから、あそこに住んでいる 農民は必要ないからあ出て行けという、追い出しちゃったんですね、囲い込んで、えー、エンクロージャーというそうね。そうしたら不労者になっちゃうんですよね。だから収入がないからあ働かせてくれと,、ねえー、ということです。で、資本家が、まあ、雇うわけですけど、もうお安く買いたい。 ほ他にも生きる道がないからね、えー、そういうことなんです過剰人口になるということだよねだ今のは農民の没落ですけど、まあ、商売やっててもうまくいかなくて、えー、破産する人もいっぱいいるわけですでだんだん中間階級が、まあ、労働者階級の中にこう落ちてくるわけだから常に労働者は過剰気味であったということが言えます それからあ資本主義というのは技術革新が進んでいくんです、競争が激しいから、から技術革新するとです、ね、えー、機械がです、ね、今までえの生産する量がです、ね、10倍、100倍となっていくんですね。まあ、同じだけの労働者でやってると、生産量も10倍、100倍になってしまうと。 えー、その必要な品物の量というのは限られてますからあそうしたらもうあふ、えー、れてしまうともう当然売れないわけやから暴落してしまいますねだから損するからあー生産量はあまり増やさないからその代わり雇ってる労働者の数を減ら,減らすわけですね、えー、そうしたらあこれまでの 10分の1 20分の1の労働者、えー、の数でいいというわけでほとんどの労働者が首切られて路頭に迷うわけだから資本主義っていうのは技術革新にすればするほど失業者が出てくるわけで失業者は最終給付のゼロですからで仕事にありつくなければいけない で、たくさんあふれてると、もう買い叩かれて安い給料しかもらえないということになりますよ、ね、だから常にその過剰気味なんです。労働者は。だから、買い叩かれる安い給料になってしまって、えー、剰余価値、最低限の生活費を上回る分は、 価値をもっと上回る価値を生み出してるんだけど、その分は全部、需要価値として資本家に搾取されてしまうということですね。それで、えー、じゃあ、他の品物、労働力商品以外の他の普通の品物、電化製品だとか自動車だとかいろいろありますねで。そういうのも過剰生産になって、数が多かったら、 どううなんやと、えー、いうこといこですねで特にあの機械とかの場合ですねあの工場で労働者もあの工場で、えー、働いてですねもの、えー、を作ってるわけです機械も工場で動いてものを作ってるわけでしょだから機械と労働者よく読んだ境遇にあるわけですであのだから 労働者は小型児童機械と考えますね。そうすると、小型児童機械の、えー、労働者でいうと生活費、最低限の生活費っていうの減価償却費っていうことになるんですね。減価償却費よりもですね、えー、この、えー、高い手なんで、まあ、 あの限界資格何倍も価値を産んでるな何倍もっていうか価値を生んでたとしてもですね、えー、その機械を、まあ、パソコンだったらパソコンをたくさん作ったら買い叩かれるでしょうやっぱりだから作りすぎたら過剰になったらまあ労働力商品と一緒ですよ安くなっちゃうんですよねだから あ小型自動機械、労働力も小型自動機械だから、小型自動機械みたいなものはあその、えー、たくさん作りすぎたらですね、買い叩かれてしまうからあーその、それが生み出す価値よりもですね、安い値段で売られてしまうということになりますよね。そうすると じゃあどこまで安くできるかやったらそれはあの原価焼却費ということになりますから原価焼却費ねえー、だから原価焼却費ギリギリであんまり利潤がつかないで売られるような品物っていうのがあるわけですねでこのパソコンなんかの場合はだったらアメリカでも作ってるし日本でも作ってるし中国でも作ってるとしますねで最初はもう当然アメリカが 主流やったわけですね。ところが日本もだんだんその覚えてきてですね。パソコン作って。日本の方がコストが、賃金が低いから、安いから、日本の品物が世界中の市場を席巻するわけですね。そうするとアメリカの売れなくなる。その値段、日本の品物と同じぐらいの値段に落とさなあかんけど、賃金高いから落とせない。ね。で売れなくなる。で今度中国が 教育とか発展してきまして、パソコンの技術が、製造の技術が上がってきたんですね。そして中国製品を買っても、日本の製品、性能とはあまり変わらない。えー、で、給与は、まあ、前はもっとうんと厚かったわけやから、安くなるわけですね。制度も変わらない。だからみんな中国商品買うから、日本の品物も中国の品物。 同じぐらいの値段で落とさなければいけないから原価償却品ギリギリまで落とさなければいけなくなってしまうんですよね。まあ、そういうことでえ結局原価償却品ギリギリまで、えー、落ちる商品っていうのはあるわけですね。そしてそれを商品を使って、えー、自分をしたり生産したりしたらあ生み出す価値はですね、えー どんな品物を作ってでもですね性能によって決まるわけですからなんぼで買ったかと関係なくそうするとそ,その場合も常用価値が出るじゃないいかと思いますよね。だからあ人ええ生身の人間労働だけが常用価値を生むっていう議論に対してね、まあ、そういうふうに考えると機械でも常用価値を生む場合が考えられる。 とということですよね。考えられるんですがそれに対してマルクスはいやそれはそういうふうに思ってしまうのはわかるけどもそれはあの盗作である盗作というのは、えー、錯覚が入っているということですね錯覚で見ているということです。ということですね。えー 真夜中あのにね、だから機械は踊り出さないかマルクス・フェティシズムの批判。真夜中に机が踊り出すという人にならぬ身の機械が踊るやということですね。まあ、真夜中に机が踊り出すっていうのはそんなことあ, <laughs> ありえないわけですね。だって机は踊りませんから踊りませんから。だから机を踊り出すとしたら何かおかしい。 わけです幻想が入っているんじゃないかということですね。えー、だから機械があーその労働して価値を生むとしたら機械は人間じゃないんだから機械は労働してないんだろう、ね。だからあー価値も生まないや。機械があー労働し価値を生んでるとしたらそれは机が踊り出してるのと同じではないかということでね。 えー、だかかからどういういかかりますつまり人間と機械は全く別のものであってだから人生身の人間,だ人間が労働をするけれども人間じゃない機械が労働するはずがないとこう考える。だから労働というのは人間の活動とも最初に定義があるわけです。 だから生身の人間だけが労働する。で価値は労働の塊ですから。だから機械がいかに価値をたくさん生んでるように見えても、それはあ機械だから労働しないし、価値も生まない。そのように見えているだけであるということですね。だから、あー人ではない機械が踊らないのと一緒で。 えー、労働もしないし価値も生まないんだというふうに言、まあ、うわけであります。えー、そういうわけであらかじめ前提があるわけですね。生身の人間労働だけが価値を生むという前提があるので需要価値を生んでいるように見える現象があるとしてもそれは事物であり人間でないからあーそういうふうに考えるのは。 事物を、事物以上のもの、例えば人間だとか、あるいは機械の場合は人間の何百倍でて、えー、生産力があったりしますので、人間を超える神みたいに扱っている。物心崇拝、物神信仰ですね。それをあの英語でフェティシズムという。フェティシズムという。だからフェティシズムなんだと。錯覚してんだということですね。えー、だから、 あ,ーあのそういうパソコン導入によって、えー、原価償却の10倍も収入収益が伸びたら9倍分の常用価,価値を得るのと同じことになるけれど、えー、しかしそれはパソコンは人間じゃないからあ労働してないっていうような言い方ですね。これはだから まあ、へりくではないけどもどういうんですかあの現実に同じこと同じような現象を起こしてるんだからあ気が働いていると、まあ、考えてもいいような気もしますけどもマルクスはそれやったら定義に反するっていう言い方ですねその定義を今度疑わなければいけないと思いますけどでマルクスは特別上価値の生産 とという形でそのことを説明しますあたかも新鋭機械が特別需要価値を生み出したかに見えるけれどつまり今までの機械の、まあ、10倍の機械性能の機械が手に入ったとしますね今までの機械とあまり変わらない値段で買えたとしますねそうするとすごいあの、えー、利益が上がるわけですよね今までの10倍とか上がるわけですね でも機械は労働しないわけやからあそういう機械が労働したと見たらあかんと新鋭機械が。じゃあ誰か労働したんですかそれはもちろん人間労働は人間に決まってるじゃん。だからなんでそんなにたくさん、えー、価値を生み出せたんですかそれは新鋭機械によって強められたからだよと。強められた労働説ですね。 えー、強めたらだやったら親機会なんですけどあ労働を強めだけども労働したわけじゃないんだっていうことなんですね。でその結果特別需要価値が生まれた。特別需要価値を生んだのは労働なんだと。生身の人間労働なんだ。ということなんでこれはでもあまり説得力ありませんね聞いててね。第三者が聞いてて。同じく現象を正す言葉の えー、あやみたいな感じで言ってるだけのようにへりくつみたいに聞こえますけどねだからあ机が踊り出すはずがないのに踊っているように見えるのは盗作だというのと同じ論理で生身の諸人だけが労働するのに機械まで労働するはずがない価値は労働の塊だから特別上要価値もどんなに親衛機械が 生み出したかに見えてもそれは盗作で、新疫危機に強められた生身の労働者の労働が生み出したという、まあ、非常に苦しい説明をしている。でもまたこれはあの20世紀だったらその説明で納得した人が、まあ、多かったんですが、20世紀の末ごろからどうもこれは納得できない、えー、現象が強くなってきたわけですね。 脱労働社会化っていうのあ進行していきますからね、えー、説得力が欠けちゃうんでで、えーまあそういうことで、えーそのえー、労働者は労働によって価値を見、資本家は投資によって利潤を得、地主は時代を得るということで、まあ、それぞれ所得を 得るわけですがあそれぞれ、まあ、経済的な営利活動によって稼いでいるそれぞれの諸個人の経済活動があ価値を生んでいる利益を上げているとこういうふうに、まあ、見るわけですね。だマルクスの場合は労働者の労働の成果を、えー、商人はそれを売買して最期、えー、で儲けているとか 全部その労働者が生み出した価値をまあかすめ取ってるみたいにね資本家も地主もというふうに言ってるわけなんですけど、まあ、それでもやっぱり商人も商業活動をしなければ儲かりませんからその商業活動によって稼いでいるという見なされるわけですね。そ、えー、そういういいわけでで広い意味ではれれぞれの働きによって富を 産み所得を得をているわけですねですから自分の資産を貸したり売ったりすることも含めて自分の稼ぎで所得を得るのが、まあ、近代勤労社会と言われて、えー、生身の人間がの栄意が富や価値を生んでいるとでそこにまた機会を入れないのがみそ、まあ、ですね資本家や、まあ、マルクスはもう労働者だけ。 というふうに限定するけれども資本家や地主も含めても、まあ、機械とかは含めないわけですね。えー、それで結局全部あの自分らで生み出したことにして機械が生んだ分も独り占めにしようというのがあ人間のやり方ですね。だからあー生身の人間だけが 活動して富を生んだと考えてるけども実際は生産手段や企業などの組織環境的自然も関わって富や価値は生み出されていると。で機械が発達したら生産力が飛躍するんでやっぱ機械の働きっていうのも無視できないわけですよね。ところがうんマルクスはですね 生産手段の、うん、働きですね、機械とかの生産生産手段だから、まあ、言葉のあやみたいに聞こえるか分かりませんけど、手段だから、主体じゃないと。主体じゃないから、あ労働してないやないかということですねです。この理屈は、例えばグラスで水を飲む場合ね、えー、グラスで水をくんで飲むけれども、 飲むのは人ですねこういう場合は、えー、グラスは飲む手段というので説得力がありますね。でも旗織り機の場合どうかと旗織り機で布を製造する場合布は旗織りをした人が旗折り機を使って製造したのであって旗織り機自体が布を製造したのではないというふうに言えるかどうかですね。 まあ最初はあの、えー、旗織工場に旗織工っていうのがたくさんいてですね旗を売ってたわけですね、うん。まあ人間がたくさんいたわけだけだんだんあの機械が発達してくると自動化が進んでいきまして旗織工場にほとんど人がいなくなっちゃうんですねこういう状態ですよ。そうしたら人間が売ってると言えるやろうかと生身の人間がね。 ほとんど機械が追ってるとしか言いようがないわけですよね。それでもあの、えー、頑張ってですね、いや、機械はあの手段であって、人間じゃないから追ってないんだと、追ってても追ってないみたいな感じになるんですよね。えー、それはちょっとかなり無理があるわけですね、そういう言い方はね。だから、あ使用価値と交換価値、えー、分けて、 えー、使用価値は機械の役割かなり高く評価するけれども価値そのもの、えー、交換価値のもとになる価値そのものは人間労働の塊やそこでこう分けちゃって人間労働が価値を、えー、やってるんだとそうしたらここの自動機械を使って旗織りした場合ですねこの旗を、えー 旗を折って布、布を折ったのは機械ですからね。らその価値、布の価値ですねあの。機械が与えた。布の価値っていうのは、えー布えー、機械の働きやないかとどどう、どうもみんな思いますよね。それで いや、違うんだと。機械は労働しないんだから機械。機械を動かすのは自動にしたのはそういう装置を作った人間やろうというわけですね。布を折っている時はその人間はもういない過去に作ったわけやから過去の労働過去の労働が結局価値を生んでるんちゃうかというふうに。 言いまして機械は産んでないっていうふうにこだわるんですね。俺ももう減るうつとしか言いようがないと思いますね。えー、実際はあれでしょうその人間生身の人間が、まあ、5, 5時間働いて何か作ったとしたらその時に働いた機械はその時の原価消却した分だけの価値をその機械が与えてるわけですけれども。その 機会を与えてるだけれどもその価値はどこから来るかってその機会を作ったあ過去の労働だっていうんです、ね、でもその布を織ってる時の機械っていうのは機械ですからね過去の労働が布を織ってるわけじゃないわけです。過去の労働はすでにもうないわけですからかなりあの無理ですねその論理やっぱり、えー 今、機械をっ使って働いている人間と、それから機械とが働き合って、えー、制限を作るわけですからね。えー、その機械を作った労働というのは、もう機械に持って代わられている、機械が働いているわけですよね。過去の労働は働かないわけですよ、現代、まあ。どう考えてもそう思いますけど、しかし、過去の労働で説明するんですよ。 そういうふうなあ労働価値説にこだわる人は生身の人間だけが労働するという労働価値説にこだわる人は過去の労働というのを持ち出すということですね。まあそういうふうにだんだんその苦しくなってくるわけですね。まあマルクスの場合はあ資本主義というのはまあ共産主義に取って代わられると思ってましたからあー20世紀の末みたいな無人工場が たくさんん現れるってていいうことは考えてないんです19世紀の終わりに終わりというか19世紀中に革命は起こると思ってましたからねだから無人工場の時代まで守備範囲はなかったわけですねまあそういうことで、えー、自動機械生身の人間の労働だろうという形で過去の労働に還元して あくまでも人間が作ったという言い方をする人がいるわけですね。えー、だから最初はまあそれで資本主義の搾取の行動は明らかにできたつもりやったんだけどやっぱ自動化が発展すると非常に苦しいということで、えー、しあくまでも主体は労働者。 機械はあ生産手段であるそういう言い方もですねかなり強引すぎるところがありますね。まあそういうことで、えー、大体産業革命が起こった頃からですね機械が非常にこの活躍するわけで労働者は補助役みたいに見えたんですよね。だ,だからもうその段階で確かに、えー、機械が働いて 価値を生んでるようにも見えるんで機械が人間にとって変わって労働してるようにも見えてたんでそう見えることがフェティシズム機械が、えー、機械をものでを超えて人間になって成り変わってるみたいなであるいは人間以上な働きをするんでそれで物が神になっているフェティシズムだっていうそれもあるんですね。 そういういあるけどもでも資本主義というのははっきり言ってその階級支配の体制でもあるわけですよね。資本家が労働者を、えー、安い賃金で働かして利潤、えー、を得る体制ですからそれは基本になっている以上ですね、えー、価値を生むのは労働者というふうに,かんあのそに整理した方が分かりやすいわけですね。それでマルクスはあの あの機械も生んでるというのはそれは盗作だよっていう感じで切り捨ててしまったんですよ。まあ、そこに問題点があったわけですね資本論のね。えー、で3ね、えー「価値付き物論物説と価値伝説」「物と人その隔たりの極みなら労働価値は付き物となる」「物と人をね えー、全く対極に置いてしまったら、ねえー、労働価値っていうのはあ物は労働価値を生めない人,人間じゃないから、ね、そうしたら価値だけ中に浮かんでしまうわけですね物になれないから使用価値を生む具体的優要労働はし、えー、使用価値物になるかもしれないけどもその労働時間だけを捉える抽象的人間労働は 物にならないと注入いてつきものになってしまってひっついてるだけなんですねつきものになってしまうということでありますで商品を個々の生産物として捉えその生産物が抽象的人間労働それ自体のガレルテつまりこれはあのにが溶けて固まったっていうようなものですねのりみたいな感じである価値を 属性として持っているかに捉えるのを盗作しとして批判している。つまり、抽、え、象、ー、的人間労働の二革、うん、でその製品にひっついてるだけである。あるいは機械にひっついてるだけなのに、機械や製品の属性であるかに捉えるのは盗作だよと丸く言ってるんですね。えー そのことを前提すれば機械が生産物を使用価値として作り出しても価値を生み出してはいないということですね。ということになる。で価値は機械の原価償却分だけ機械から生産物に移転させられるというのがマルクスの表現だろう。移転させられると。で価値っていうのが引きついてるということですね。で価値は労働時間の塊でしかないから目に見えないんです。 だから、ひっついている生産物が価値を持っているように見えるというふうな言い方ですね、透明やから。で、マルクスの表現では価値は生産物に移転されて付着する、つまり生産物自体は価値はないけれど、人と人の労働の社会関係が価値として付着しているので、 生産物同士がこの価値と価値の関係を結ぶことになるんですね。それで市場で、えー、商品と互いにみ、えー、なされてですね、えー、そういう価値という属性を持ってるように思われるけれども、それは幻想なんだよ。だって未来の共同社会、共産主義ですね、コミュニズムになったり、あるいは過去の未開の共同社会。 では品物は商品ではなかったから価値も全然ないわけですね。必要なところに、えー、必要なだけ与えられて、えー、消費するという形であったわけで全然価値ではなかった。だから生産物自体,自体には価値はないんだよということですね。それがまあ商品社社会会とか資本主義社会の中では えー、労働の社会関係が物と物の,の関係に置き換えられるのであたかも物自体がそういう性質があるかのように見えると価値を持ってるそういう盗作なんだと言ってるわけですねだからあ,ーあたかもその事物が価値を持つように見えるけどそれは加減である仮にそうめい、ねね、でないで商品の価値関係は 生身の人間の労働の社会関係が物と物の関係に投影して物の属性であるかに錯視されている。錯覚されている。ねまあ、そういうことで、えー、その労働もだから具体的有用労働と、これは物を作っている労働だ。価値になる労働は抽象的人間労働。そのか物の 価値の面に抽象的人間労働があ物の価値を形成したと考えたら物の属性価値という物の属性になっていると捉えてもいいんじゃないですかというそういう疑問が浮かびますね、えー、ところがそうしたらマルクスは人間関係を物の関係に置き換えているから人間は物じゃないんだから物に置き換えられないはずなのに 無理に置き換えているからだからあそう見えるわけで、えー、もの自体には価値がないっていうのは市場経済だとか資本主義経済だから価値があるってそれ以外ではないでしょうと労働社会ではだからあそういうふうに、えー、市場経済においてはあ別に、えー、ものが価値を持っていると考えてもですね 盗作じゃないんじゃないですかってマルクスが批判された時にマルクスはいややっぱり盗作ですと市場経済とかあ資本主義というのは歴史的で、ね、一時的なものであって、えー、それがなくなったらそれは今幻のごとく消えちゃうんだからもともとそれは盗作なんだというふうなそういう言い方をしてるわけですね。 まあそういうことで、1時間の労働が社会的平均で5000円の価値を生むとしますと、5000円のセーターは1時間の人間労働だということに、このまあ5000円で、財力費用はまあゼロとしてね、だとしますよ。それでは5000円の,この労働であると、このセーターがね、こう見なされるわけですね。 しかしこれはあの共同社会だとかでは別にえ値段はつかないわけですね。だからあ5000円というのはセーター自身の性質ではないけどもえ市場経済だとか資本主義ではそう見なされると。それはあ盗作であり、事物を超えた存在価値と見なしているからフェチシズムであると。こういうことですね。 そういう言いい言方だからあー、開き直りまして、じゃあ開き直ってって書いてある。<laughs> そういう市場境内のじゃあ元では、確かに共同社会ではそうじゃないかもしれない。えー、そう見えるから、あその市場境内にあるものは商品になっているとこう考えて、えー、生産物の商品である限りの 属性といういう考えたらあいいんじゃないかということですね、あの価値、えー、を持っていると。そうすると、価値が人間の本質であり、商品の本質であり、えー、商品も人間と考えればですね、えー、機械や原材料や組織をかんや環境も包括した人間観になる。 ということですね要するに人間の範囲がこう、えー、生身の人間、えー、身体的な職人だけが人間じゃなくて機械も含めて人間であるとそういう捉え方そういう包括的ヒューマニズムの観点に立つならば価値を事物の社会的属性として捉えても盗作ではないということになるんだというのがまあ私の立場 でマルクスの人間を生身の身体的職人に限定する人間観であるからあー機械がですね人間だというのは当作だという話になってしまうんですけれども機械も、えー、生身の人間も一緒になってものを作っていると考えたらものの働きも価値を生んでいると考えてもいいし。 まあ出来上がったものも価値を属性として持っていると考えてもいいしでその共同社会になったらその価値ってなくなるとしたら歴史的本質っていうを使って、えー、歴史的にはあその価値を属性としている歴史的に人間は商品であり、えー、価値を本質としているけれども、えー もちろん、事物その生身の親、えー、個人もですね、労働力商品になりますし、事、えー、物も商品になるわけですから、あ歴史的本質としてはそれを言えるんじゃないかということですね。そういう形でマルクスをあの批判的に捉えているわけなんだです。 になってきた場合です、ね、もう説明が全然つかなくなるということであります。で脱労働社会化と所得分配という話ですね。えー。えー 自動化で増える富を担保とし手当を罰するのは民のおかけにっていうことですね。で、えー、立つ労働社会化っていうのは自動化が進んでいくことですよね。それで自動化が進むと生産性がどんどん上がっていきますので富が増えていく。そうしたらその増える量に比例してですね えー、通貨が増えないと、うん、デフレーションになりますね。増えすぎると、うん、インフレになるんですけど、加速度的に富が増えていくとされてますね。第3次、第4次産業革命によってね。だから、あそれに追いつくだけのつまり通貨増発をしなければいけないんです。だから すぐハイパーインフレーション怖がったりしますけれども、えー、怖がってたんではデフレになってしまうんですね。いやだから怖がるなっていうわけじゃないですけど、えー、実際にその、えー、インフレがどれだけ進んでるかっていうのをあの見ながらですね当然出すんですけど、えーまあ、自動機械によってですね、えー、どんどんそのこれまでの 生身の人間労働が機械に代替されていく、特にまあ熟練労働とかそういうものがなくなっていきまして、えー、雑務とか経営作業が中心になってくるということですね、あるいはサービス的な仕事だとか、そういうのが中心になってきて、そうなってくると、えー、雇用所得がまあ減少しますよね。で まあごく一部ですけど、1割程度はあの非常に高度なですね、ハイテク技術をの最先端をですねえ切り開いていくようなまあ仕事。で、非常に高級取る人も中にはいるわけですけど、大部分の人は脱芽や軽作業に回されますね。 2023 <laughs> 年ですけど2040、えー、年代にはですね30年代にも汎用ロボットができましてでもう40年代にはまあ普及しまして、えー、そうなってくると脱分や経営作業というのも,もうほとんど汎用ロボットが手際よく言えるようになりますんで。 あの雇用者はほとんどもう本当にごく一部のハイテクの人しかエリートしか雇われないというようなことになるわけですね。そうしたら雇用所得が減少しますから結局買う購買力がなくなる国民にね。そうしたらせっかく、えー、その自動機械が。 大活躍しているのにですねえ、売れないから活躍できなくなりますよね。自動化も進まなくなるわけなんですね。停滞するという。だから、あ,あの、えー、だから結局どうすればいいかというと、所得の減った人たちに、あるいは失業した人たちに、 あの所得を分配して、えー、消費を促さなければいけない、ねえー。だからどんどんその家計にお金を回していかなければいけないわけですね。消費しないですからそうでないと。だからあそうなんですけど、えー、そういう風うにして、えー、やって初めてこの経済が循環するということですね。 ところが、あのえー、だから、うん、少子高齢化っていうのがね、えー、起こってる、それはやっぱりあの、えー、どんどん自動化が進んでいくと、必要な人口が、労働に必要な人口が少なくなるので。 そうしたら、まあ、なかなかその高度な技術だとか、知的水準をある人しか仕事がないということを考えられるから、学歴を高くしなければいけないんで、教育費にお金がかかって、子供をたくさん育てるわけにいかなくなっているんですね。それで少子高齢化というのが起こりまして、えー 少子高齢化が進んできているわけですね産業革命も最初はあ工場が発達していて工場に労働者がいるからっていうのでたくさんの労働者が増えてきたんでこ子供をたくさんみんな産んでたんですけど機械が発達してくるとそれほどまあ労働者いらないからそうあのでも失業者ばっかりになったら困るからあそういう。 うん、子どもをです、ね、学校に入れて勉強させるとで勉強したらあ文化水準が高くなりますからそれでまた仕事も、うん、これからの仕事はですねである程度知識が必要やということで学校に行かせるわけですねで失業者を減らすことができますよね。で当面はどんどんん機会を発達したしら 増えていくんだからそれで、えー、子どもが働かなくても貧しくなることはないということですねそれでやってきたんですでそのそれがその機会もですねあの20世紀末になったらまあ非常に自,自動化が進んでいったんで、えー、またいらなくなる程度がまた大きくなったんで、えー、ほとんど子どもも1人とかだ 結婚しないとかね、もうそういなことになってきて、人口が減っていったと。それがあ、停滞の原因でもあるわけですが、あーそういうことですよね。えー、それである程度、熟練とか専門性を要する労働が児童機械などに代替されていきまして、い、えー、ったんですけど、それで、 ただまあ仕事として残ってるのは経営作業とか脱無とか接客などの仕事ですねサービス仕事。でそういうのはまだまだ自動機械ではできないんでそれがあのどんどんあの少子高齢化が進みすぎて少子高齢化自体要するに脱労働社会化の減少なんですけどそれを進みすぎたために、えー、経営作業とか脱無とか接客などの 低賃金の労働者がですね、足らなくなっちゃうんですね。それで人手不足と。で、人手不足だったら賃金上がる、賃金水準上がるはずですよね。でも上がらないのは結局、低賃金の労働者が足らないからなんですよ。高賃金の労働者が足らないんだったら、あーそこの数が少なくなったらあー、賃金が上がっていきますよね。 でも低賃金の労働者が足らないわけで、えー、もうそういうことであまり低賃金が上がっても大したことないですからあ,あまり給料水準が上がってないっていうことですねそういうことになってだからあー脱労働社会化が えー、人手不足っていうのはだって労働社会化が起こってない証拠じゃないんです。だって労働,労働社会化現象として少子高齢化そのために人手不足が生じているということですね。でこれもあーと人手不足だからあ当然その機械が汎用ロボットというものができていきますからそうなってくるとそういう。 雑用、軽作業も、うん、ロボットができるわけですね、まあ。そういうことになってくると、えー、汎用あの、そういう、うん、のも、うん、脱労働社会化していきますから、まあ、社会全体が脱労働社会化するということですね。えー、そうなると、要するに仕事が。 えー、雇用労働につけるのはごく一部、まあ、人口の1割未満であろうと言われてますけど、そうなってくると、ほとんどの人があー雇用所得がないわけですね。じゃあ、他かの、まあ、例えば資本家になってとか、地主になってとか、ある商売してとか言っても、もう他の人そ、そうやってる人いるわけだから、そこは割り込んでなかなかできませんよね、資産もないし、何もない。 だから、あやはり、そういう人たちにやっぱ所得を与えなければいけないんですよ。西洋のね。だから、BI、ベーシックインカムっていうのが導入しなければいけないって言われてるわけです。それぞれの経済が発展しないから、もう、ポシャってしまうわけです。ただ、ベーシックインカムの場合は、あ ほとんど機械が生産した富を、えー、あの政府がお金にして配るわけでしょ。だから、あー買ってもらってるようなもん,もんなんですよ、機械に。自動機械に、ね、買われてるような。だから主体的に何かしようという気持ちがなくなるんじゃないかなと危惧されるまあ僕も危惧してるわけ。だから あーベーシックインカムはあまり好ましくないなと思ってます、ね。もっと他の方法があるはずやということですね。でまあ、それは置いておいて、えー、雇用所得が減少するからる、その減少を補填し、加速度的に生産力を上昇するから。で、それを需要できる所得を国民に給付しないと経済を循環しない。このことをしっかりですね、認識しなければ。 いいけないわけなわですね、えー、政府はそれ認識しないでですねむしろあ国民からお金を、えー、吸い上げることを考えている国民に給付金があの例えば北朝鮮とか中国が軍備増強しているということでそれに対して防衛、えー ですね、増額しなければいけないからやっぱり国民が国を守らなきゃいけないから、えー、その負担してくれと国民に負担してもらわなきゃいけないということで増税と同税防衛費増額の財源のまあ一つに増税ということを考えてるわけですね。 1> えー、約1兆円は同定しないとやっていかない3兆円はなんとか捻出するからと言ってるんですでもその1兆円分だから、あのー、消費がが減る恐れがありますよねだからそれはもうそれでなくても所得は減っていくわけですからそれで、えー、余計減らしたら経済が停滞しますんで 経済停滞したのでは、防衛力を整備するだけのゆとりがなくなりますよね。だから、あそこですよ、もんだよね。だから、あベスキーインカム。大丈夫です。じゃあ、そのインカムじゃない、えー。防衛費に回すお金をですね、えー、国際… ででったらどううかということいこすねだ国債でばかなったらどうなるかというと累積債務が加算んで、えー、政府が借金ものすごくしてるから政府の信用がなくなって、えー、その政府の信用がなくなるというのは円安になることでだから円安っていうことは物価がそれ上がるわけでハイパーインフレになるんじゃないかという人がいますけども。えー 今でも累積債務1000兆円も超えてしまったんですね。天文学的数字ですよ、バイオリも。それでも円安になってないわ。だから、これはあのおかしいです、理屈がね、なるという。で、国債の金利も上がってないわけですね。で、えー、最近あの、インフレになってきてますけど、それはコストプッシュインフレと言いまして。 えー、新型コロナやウクライナの戦争などで物流が滞ったためにあるいは生産がストップしたりしたために物がちゃんと回らなくなったわけですよ。で物を手に入れるのにやっぱ、えー、手に入れ,な入れにくくなったからどうしてもお金が高くなるわけですね。そこでやはりそれを、えー、対策としては インフレだからっていうので欧米諸国は金利を上げたらインフレは収まるやろうという考え方に基づいて金利を上げてるんですけれども原因が物流が滞ってることですから物流を回るようにすればいいわけで、えー、金利を上げることは何もないわけですよねえーまあ、それはそうですけど金利を上げちゃってるから 日本は金利上げられない。なぜかというと、まあ、1000兆円を超す、うん、累積債務ですから、市場金利上がるとともに、国債金利も上がってしまうおれがあるで、そうなってると、結局、うん、いっぱいその借金が増えてしまいますよね。だから金利上げられないわけです。だから、金利差によって円安に増えてしまうわけですね。 えー、これはしかしパン,、えー、パンデミックや戦争に伴うわけですからそういう災害から立ち直るためにも第3次第4次産業革命を起こして生産力をお、ね、豊かな国にして、えー、グローバルな競争に勝っていかなければ落ち込んでしまう途上国化してしまうという。 物価う上がっているわけですから、コストプッシュインで、ね、上がっているということであ、だから、えー、第3次、第4次、産業革命では生産力は加速度的に伸びていきますが、所得が減って作ったものが売れなければ企業も倒産する。ね、ですから生産力の伸びに比例して、国民に手当を支給する必要がある そうしたら、それをですね、同税でしなかったら、累積債務になる。国債でするから、債務になりますよ。累積債務になるんじゃないかと言われますが、それは逆です。<laughs> これはちょっとあ、この逆ですっていう、あれです。大胆聞こえるかもしれませんけどね。借金がかさむのに、えーえー、借金がいっぱいかさんでるのに、それ でもっと借金しろっていう、借金は膨張しないっていうのはあの逆やと、もっと借金した方が借金減るんやということですから、へ理屈に見えるかもしれませんねで。インフレにならない程度に生産力の増大に比例して所得を給付すれば、つまりもう1000兆円にもなってるわけなんですよ、負債はね。それでも、えー 金利は上がっていないし、インフレになっていないわけですね。だから、あその負債が何本あるかは関係ないんだということですね。それよりも過去の、まあ、ら負債はいいやん。とね、でこれからのあ、えー、財政をどうすべきかということですね。そうしたら、 あ積極財政でいくか消極財政でいくかと。でこれまでの財源いっぱいあるから、うん、消極財政とか均衡財政言うとったらあ経済は成長しませんよね、はっきり言って。というのはお金がみんな持ってないわけ、所得減ってるわけ、所得回さなあかんわけやから。だから一生懸命お金をですね、まかなあかんわけです。 だから、積極財政でいかないといけない。で、生産力は第3次、第4次産業革命が進んでいけば、同大していくわけだから、ね。これ、その分、経済規模が、お金をまけばですね、えー、それを買って、経済が循環するから、同大した経済規模になっていくから、税収が増えるわけですね。 今までの借金も減っていくということですね。そういうことなんです。だから、給付を大胆に給付しなければ、経済規模は所得の減少につられて減少し、累積債務はさらに膨張するんだ。ということなんです。給付しなければ、累積債務が膨張するんだ。ということですね。まあ、そういうふうに、えー、なことになったら、 所得あの、政府から給付されるお金の方がですね、えー、払う税金よりも多くなるんじゃないですか。いやそれれ、そんなおかしいやろうという意見も出てきますね。確かに所得税だけ限定して取られればそうなるかも分かりません。だって所得は減っていくわけだから、僕おほとんど所得ない人ばっかりですから。そそうしたらその人は所得で払える うん、わわけけがないわけですところがあのその人らは所得がなかったら物を買えないからそういう連中が大部分やというわけですから、えー、そういう人にお金をいっぱい配らなきゃいないわけですね。だからあ所属税よりも、えーこのえー、給付の方が多いということですよね、えー、それでなるわけなんですね。であの 均衡財政にこだわる必要ないというのは、政府はその支出をするときにですね、えー、お金がいるかっていう、ね、つまりお金があるから支出できるかっていう、ね、違うっていう意見がある。それは MMT の理論なんですけど、税金を納めるっていうことは、政府の その債務が減るということなんですね。その分。つまりなぜかというと、税金っていうのは通貨でしょ。通貨は実は政府の借用証書なんです。だから税金を納めたら、政府の債務は確かにその分、ね、帳消しになって、通貨がなくなるわけです。その分 だ,だけど支出しようと思ったらだ通貨はないわけですから新たに通貨を発行しなきゃいけないそれで支出をするわけだから支出はゼロから支出するんだっていうんです税金をつ、えー、その財政の財源にしないんだということでであのその年に必要な支出という 分だけ？えー、借用証書での通貨を発行して支払うわけです。で、それでもって経済が循環するということですね。だからあそれでその循環がうまく循環したら税収が増えるから、今までの借金が減っていくという,いう理屈なんです、まあ。そういうことで考えますとですね。ええー。 預金や債権がなくてもいいということでね、えー、通貨は政府の借用証書であるということである。だから、ダン判でもですね、えー、必要に従って、この、えー、通貨を発行してですね、えー、経済を循環させないといけないわけですね。 でその前に発行しすぎたらインフレになるから、そのインフレにならないかどうか、様子を見ながらですね、ハイパーにならないようにしたから、あデフレを収めるだけの通貨を発行しなさいと。つまり支出をしなさい。支出先はどこかというと、その、えー、作ったものを生産が伸びていくわけですから、その買う側ですね、つまり要用する側、国民の家計に、 えー、直接ですね、あの通貨をばらまかないと、ばらまくってたら悪いんですけど、お金を与えないと、えー、消費しないわけですからあの、いけないわけです。だから、あーどんどんその生産が上がっていくに続いてです、ねえー、消費者に直接政府はあお金を与えていくように。 しななけければいいいということですね、えー。そうしたらあそのためにいっぱい、えー、その国債を発行した累積債務になって、えー、付けを次世代に、えー、なるんじゃないかと、まあ、言う人がいますけど、えー、しかしそれは違うんですねさっきも言ったと思いますけど。あの 次世代っていうのは <laughs> 誰が働くんやということです。もう現代でもほとんど機械が働いてるんだから、自動機械が働いてるわけです。それがもうますます、うー、脱労働社会になりますから、機械が働いて価値を生むわけですから、別に次世代の人にお金を。 えー、から、お金を取り上げるわけではないといととうことですねむしろあその自動機械は加速度的に発展するんだから、加速度的に、えー、あの所得を分配していかなければいけないという原則なんですよね。それをあの分かってないと理解できない、なぜ積極財政とか言うんかというね、健全財政が当たり前やろうと思いますよね。えー、そう でも積極財政はも,もちろん落とし穴っていうのは何でも理論にはありますからああむやみやたら積極財政をとえてそれでいいかっていったらそんなことは絶対ないですからね <laughs> 積極財政論を空振りに終わらせないためにっていうわけで、ね、出さなくばうまくいかぬはまあ積極財政論ないとうまくいかないのは道理だが 出すだけならばドブに捨てるお金出せばいいと思って出してもドブに捨てるるよようなことがよくあるんですね。全然その、えー、お金を渡してもですねうんどで使ってくれなかったら経済は停滞しますしね使ってもあの使い道がめちゃくちゃやったらあきませんよね経済が発展するように使ってもらわなくな MMT の議論は積極財政にすればそれで内需が増えて経済がうまく循環して成長すると思い込んでいるけれど実際は増え増えどう踊らずで所得が増えても対して内需は増えず企業も国内での技術革新に投資せずに賃上げもしないということが考えられるわけです。目も当てら,ない当てられないような惨状になる可能性があるということで なぜかというと、この30年間、停滞してきたわけですね。成長してるんだったら、成長のための努力っていうのも、主要に次むような努力があるわけ日本高度経済成長したけども、その時に、えー、簡単にしたわけじゃないんだよね。みんな必死になってやったんですよ。ね、だからあ、この30年間、停滞したっていうことは、すごいう工夫も。 いろんなこともですねあまり役立たなかったし、えー、勤労意欲も湧かなかったし、えー、そういうことですよね科学技術も進歩しなかったんですよ進歩させようがなかったというかこともありますけどもそういう意味で、えー、科学技術大国と言われていた時に比べて人材が質的にも四 モラールの面でも劣化しているという可能性がありますね。これはあのよくあの今 <laughs>、怒られるのが、年寄りは、あこの、えー、今頃の若いもんはって言って、若いものをバカにしたりしますよね。その一種と思われるかもわからないけど、うん、そうじゃないんですよあの。そうじゃないと変やけど。 あの要するに成長している時期科学技術大国と言われた時期は確かに死になってみんな頑張ったからそうなるわけですよ。停滞したら、ね、頑張ろうとは頑張れないわけですよもう停滞してるから働け言うたって仕事がないわけですだからあーあのやる気もないてるわけですね。 もう頭も回転しなくなってきてるわけですよ。<laughs> 早い話それでね、えー、そういう人にお金さえ負けばできるわけじゃん。制度改革だとか、やる気を起こす、えー、教育だとか、訓練だとかあ、意思統一だとか、団結だとか、まあ、そういうようなことをやっていかないと、うん、あこれは意識改革も。 えー、なかなかできるものではないと。えー、MMT みたいなものを理論でもってですね、えー、積極財政すればあうまくいくっていう理論だけではいけないんです。それは爪めが甘いっていうことですね。気上の空論になる恐れがだって政府がその 一生懸命 AIIT 技術環境技術宇宙開発などお金を投資するんですねそしてその成果も民間に還元できるようにしようとするわけですけど,増え増えどらずとずいうのあるわけです、ね、だからロケット飛ばしてるけどなかなかあの軌道に乗らへんかったりすることはありません失、ね、敗ばっかり重ねたりありますよね えー、で経済が停滞に陥ったらですねあの、投資しても、日本で投資しても、そんな売れないやん、不景気やねんから。ということでね、それよりも経済成長してるところに投資した方が、あ株も上がっていくし、配当も大きくなるんちゃうかと思いますよね。だからつい、海外に投資してしまう。で、会社の利益をですね、 あの配当に、あんましよう、自分のものにしようと、配当に回すわそれで自社の技術開発とか、賃金の賃上げとかに使わないわけですね。そのため、国内のラジも増えないし、技術革新も進まないから、国際競争にも負けていくわそうしたら、会社も潰れてしまうわけですね。倒産するか 外交企業に買収されるか、系列化に置かれるかっていうふうにやっていくわけです。だからそれではだめですからね。だから、なんぼ MMT の理論がある程度正しいと言っても、えー、そこですわ。<laughs> 常が甘かったらだめだよ。どうすれば、その、要するに。 劣化している人材だとか技術だとかそういうものをですね、えー、改革できるかと。まあ、教育なんかでも学力水準下がっているけども、どうすれば効率的な教育ができて学力が上がるかっていうことですね。これはもう今のままでは全然だめですね。で、あの、あれですよ。あの 大学の先生で中国の大学の先生はその学生が勉強しすぎて病気になるのが非常に心配なんですねって言ってたんですよ今はもう違うかも分かんないけど <laughs>、ねえーまあえー、10年か20年ほど前はそう言ってましたほんであの、えー、日本の大学の先生でね学生が勉強しすぎて病気になる信じられないわけですね 勉強しないもん学生 <laughs> してないって思ってるんですよ。まあ、そういうことでね、あのえー、そういうわけで、どうやったら勉強する気になってくれるやろう、というのはあの、日本の先生は思ってますけどね、大学の先生。そういうことでね、そんだけもう意欲が違うわけですよ。 人材のまあ質もだから悪くなっているわけですね。で教育一からこう根底的に、えー、改革しなければいけない。まあ、僕なんか考えてるのはもう小中高大の垣根を取る。ね、で単位を積み上げていく形でもう学年生とかやめ、やめて。えー、まあ3か月ぐらいで一つの単位取れるようにして。 取れた人は上に行けるようにするんです。次の、そのつながってる、次の単位が取れるようにする。ほんで、こ、え、う、ー、これこれの単位取ったら、こういう資格があるというふうにしてあ、もう小中高ではやめ。入学試験もやめるんです。ほ、ね、んで、もう、えー、その単位ごとのクラスを作って。で、そのクラスに出席したら、あー、 出席した報酬をもらえる他単位にとっては単位にとっても報酬もらえる。成績良かったら成績いいということで、報酬もらえるというふうに、えー、するのです。そうすれば、あ非常にみんな一生懸命勉強し,してですねあの、成績が上がっていくんじゃないかと、学力がつくんじゃないかなということなんですよね。まあ、それぐらい あの人材要請で国際競争とか考えてやるんだったらですね、一からあもう学校制度を解体的に出直すぐらいでないとだめだ、だめなんじゃないかな、まあ、一つの案ですけども、まあ、そういうことです、だから企業なんかでもその、どうやったら企業の新製品を開発するための研究体制とか作れるか。 まあ60年代、70年代、いろんな工夫して、えー、いろんなスクサークル作ったりして、やってたんですよで。その原点に戻ってねあの、やり直さなければ、工夫してね、やり直さなければいけないということですよね。で、そうやって、やはりあの、投資をしたら効果が出るような体制、あるいは体制だけじゃなく、人材形成。 ですよね、うん、をやらないといけないということですね、それは、まあ、上の人だけがそう思ってたんではだめで、みんながそう思わなければいけないんですよ。だからもう、子供の時から、だからそうやしあの、個々の労働者あ、そうやし、学生もそうやし。 えー、みんながそういう,う思っていかないとダメということですね。えー、政府がそう考えたら政府だけの問題じゃ決してないということですね。で第3次第4次産業革命で省力化が進みますが生産性を加速度的に伸びていくということは将来価値を生み出すのはほとんど自動機械だからああ 政府のの借金といううも自動機械が支払う決してその個人につけを回すわけではないということで、ねえー、それを分かってなかったらあの反対が強いですよね。で近代勤労社会のパラダイムにとら,、えー、らわれて生身の個人だけが富や価値を生み出すという労働活説の思い込みそれが次世代に重荷を背負わせること。 になるとか世代間の亀裂や対立をもたらすかの誤解のもとになっている。でも積極体制にしないといけないのは当然ですよね。経済は循環しないわけです。負債は膨張する一方、ね。だからあー経済はあー積極体制にしなかった場合は駄目です。 自動化は進展しないから生身の諸個人に今度つけが回るということになります。だから第3次第4次産業革命をやはりやっていって自動化を進めていかなければいけないんですよ。それがまあ歴史の必然というか通勢なんでそれはあの良い悪いは別にして、えー、それをいい方向にやっぱり、えー、持っていかなきゃやっぱならないという。 だから大部分の人は確かに自動機械やロボットに職を奪われてしまう形になりますが何も雇用労働だけが生きがいを抱ける活動ではないということですよね。だからもう競争社会なんだから、まあ、自動化に成功しなければ生産性が劣るので買収されるとか系列化に置かれるということですね。 もう成長戦と定常化でいきましょうなんていう人もいますが、それはもう、えー、何を考えてるんやと言います甘いこと言ってたらダメだよっていうことですよね。で政府が PI あるいは AIS 活動所得制度で所得を保障してくれるので、生活に心配はないんだといや。してくれるかどうか、これは賛成者が多くなかったらダメですからね。 そうしないと本当にだめなんですよ。もう経済停滞しますよ。BI には僕はちょっとあの反対で AIS を提案してる。BI は結局餌をやるような感じでありますからね。最低限の生活費をみんなに配るだけやから。ほんなんもう買われてるっていうことで主体性がなくなってしまう。 それより活動所属制度だったらあ自分のやりたい、えー、研究をやる学問をやるあるいはあ文化活動をやる、えー、スポーツをするあるいはボランティアをするということで,でや,っやったらバーサイティゲートの、えー、生活費は保障されるしもらえるし頑張ったらあその成績によって えー、たくさんもらえるしあるいは、えー、功績を上げるとですね社会的に評価される功績を上げるとまたもらえるという風うにすればみんな競争的にやりますからあそれがせ、えー、この経済成長を支えるわけですねだからただもう BI だけだったら最低限度の収所得しかないから大して消費も伸びないわけですね だから BI の提案している人の中には、BI は経済成長につれて増やしていくんだと、変動 BI というのを考えて、増やしていくんだと。で増えりゃ、じゃあそれでも使って買うかというんですよ。主体性がなかったら、あ別に便利なものができたからってわざわざ買う必要ないわけでそれで別に食べていけるわけ だからそういう気にするためにはどうしたらいいかというのでやっぱり、えー、自分のやりたい仕事社会的に有,有意義だと思えるそのやりたい仕事というのをや仕事っていっても雇用労働じゃないですけど活動でね活動をやってそれでもらうというシステムに。 したらどうや雇用労働以外にも社会的に有意義な活動がたくさんあると。そこでも創意工夫をして自己実現を図れるんだというので、学習、文化、スポーツ、ボランティアなどのに報酬をということですね。良質、貢献度に応じて報酬するシステムしたらもちろんこれは難しいですよ。<laughs> だ,からだって 測らなければどれだけしたかっていうことを測らなければいけないしその質も測らなければいけない貢献度もどうやってじゃあどういう基準で測るのか難しいですからねだからまあ徐々に形成されていくしかないんですけど、えー、しかしそういうことをやっていかないとまあ理念で言ってるわけで実際やるとなるとなかなか難しいけれども 不可能なことじゃないし、またそれやっていかないといけないし、まあ、それをやること自体にも、すごい、えー、AI 技術が必要になってきますからあ、その産業の発達にも役に立つんじゃないかなと思いますね。まあ、そういうことで、えー、で、要するに、それはど,どういうことになるかというと、 やっぱり包括的ヒューマニズムへの回帰ということになるんやと。今一度若きマルクスに立ち返り機械を含めた人間とらえようということなんですけどこれどういうことかというと要するにあのここで出てくるスポーツとか学習や文化スポーツボランティアでもって競い合って やっていくととなるとです、ね、あのそれを支えるためにいろんなまあ、えー、この陸上競技なんかだったら1秒の何分の1を伸ばすのにすごいあの技術を使いますよね。それでそういう装置とか作っていって練,練習用の装置とか作っていってすごい AI とか使えますよね。 それスポーツによってものすごく科学技術も発達するんですよ。そういうことありますよねで。もちろん文化芸術っていう表現方法がどんどんあの競い合っていくとですねあのやはり、えー、生産力が上がっていくんですよね。で文化なんかの場合、まあ、例えばお祭りのボランティアなんかボランティアに ですけどお祭りなんかでもやりようによっては花火なんかすごいですし、えー、すごいやっぱりねあのそういう数を盛んにすることによってあの所得が増えるわけですから競争的にやるわけですでそれについていかないで生産についていかないとそ衰えてしまうからね。だから 表裏一体なんですよ機械自動機械の発達で生産が伸びるのとこの、えー、学習文化スポーツボランティアを発展させるのと表裏一体なんです、ね、だからあー正反対つまり機械によって職場から追い出されて、えー、人間の機械は正反対対極にあるかのように見えるけど絶対矛盾だけど <laughs> 同時に表裏一体自己同一なんですね。 これはまあ西田哲学絶対無盾の自己同一という言葉を使ったわけですが、まあ、そういうことでねあの機械も結局人間の活動の前から、えー、手足になって動いているわけです非有機的身体としてで人間もその機械を動かすためにはあ 学習、文化、スポーツ、ボランティアで頑張らないと、機械はもう止まってしまう、停滞してしまうわけですね。だから、表裏一体と思って、えー、それも人間というのは単なる生身の身体的な職人だけじゃなくて、えー、自動機械も含めて、あるいは環境も含めて、ですね。自然環境も含めて、えー、人間なんだという。 ことです人間っていうのは要するに単なる事物ではなくて在り方なんですね。創造的なあものの在り方が人間なんであって。えー、そういうふうにあの捉え返すことによってですね包括、えー、的ヒューマニズム人間を単に信頼的諸個人だけではなくて、まあ、広くそれはマルクスが。 やってたことなんですねマルクスは四方の女性あんたになっちゃったけどもその経済学哲学思考、まあ、27ぐらいの時に書いたやつですけどそこでは自然すなわちそれ自体が人間の肉体でない限りでの自然はこれはもう機械もありますね肉体でない限りでの自然ですから肉体でない限りのものは全部自然であるとこう考えたら それは人間の非有機的身体器官として手足胃腸とかねそういう器官と,としては含まれないけれども広い意味での人間の身体だということですね自然はつまり機械もそうです人間が自然によって生きるということはすなわち自然は人間が死なないためにはそれとの負担の交流過程の中にとどまらなければならないところの 人間の身体ででああるるとということなのの人間の肉体的及び精神的生活が自然と連関しているということは自然が自然自身と連関しているということ以外のことも意味しないというのは人間は自然の一部だからつまり人間と自然は正反対に見えて表裏一体であって、えー、自然の一部だし自然も 人間的な在り方をする限りにおっていうのは人間に包括されて創造的な活動に参加するということですね機械とかその参加してるわけです。そういうことで、えー、考えたらですね、えー、初期マルクスは包括的ヒューマニストであった包括的ヒューマニズム。 唱えていたということになりますよね。えー、関されたヒューマニズムは関節されたナチュラリズムであるとそのナチュラルっていうのは、えー新、生身の身体以外の存在ですね。それも人間的なあり方っていうものがあるんだということですね。 だからそれも人間的な在り方を持っていくということはヒューマニズムの貫徹ですね。それはでも人間は自然の一部だから同時に自然の可能性を人間という在り方において最大限に引き出す最,最大限のナチュラリズムであるということまあ、そういう立場に立たなければいけない包括的ヒューマニズムということだから、えー、自然。 まあ、そういうことで、えー、あのさっきの,の微妙な問題についてちょっと書いてるんです機械に付着していた価値を生身の人間労働が機械から製品に移転させたと、まあ、解釈している。それはあの価値移転論というわけだ、ねえー。そう表現すれば価値を抽象的に人間労働の凝結あるいはガレルテ。 にかわしつみたたいにこう固まったものが労働自体がねでひっついてるというわけ機械と。でも機械があその働いてそのことによって原価償却された分だけ製品を生み出したように見えるけれどそれは機械に価値が機械に用意してるからだという説明を丸くさせているんですね。それを人間の 労働が、うん、製品にです、ね、移すんやとこう言っているそういうふうに見えるわけですけどそう見えるけどそれをですねあの人間あの逆に盗作してですね、えー、機械自身が価値を生んでいるかのように誤解するのがエジシズムやと言っている で,でも機械は、まあ、マルクスに言わたら人間じゃないから価値を生まないし、えー、労働しないわけです。価値っていうのは人間労働,の労働力の支出だけだから、だからえー、その機械が価値を生むかのように捉えるのは間違っているしということですね。えー、だからあの機械に価値が生まれたら。 ああ憑依しているように捉えないと説明がつかないということです。で機械自身の説じゃないので機械に価値が憑依している。でもその憑依,憑依している価値っていうのは本当にあるのかということですね。これはあの自然的事物ではないですから目に見えないしあると言えるかどうかということですね。 だからそれはマルクスは資本主義、えー、以前には以前というか共同体の社会ではないし共産主義ではないわけですだからあーそれはでも資本主義ではあそれが実態としてあると考えないとその資本主義の法則というのは明らかにならないわけですね価値,価値が生まれることとか商品になることが説明できない資本主義の 仕組みの中ではそれが働いている実態として本質として機能しているんだよでもそれは資本主義や市場経済におけるみんなの、まあ、たら、えー、構造的なあり方その行動の中での現象として考えられるわけでそういうものがあ 自然事物としてとか物として平時価値というものが引き継いでるように資本主義とか市場経済ではそう見やさないと説明できないけれども、うんうん、それはまあら共同主体ではないんだからそれはしし市場経済とかあ資本主義の構造から 機能しているように見えるというものなんだという捉え方ですね。まあそういうことで、えー、放出物として存在するかに機能するという捉え方で、資本主義を論じる限り、価値や価値実態を存在するかに論じるべきであるということでありそういうつきものとしての価値や価値実態がさらに淘作されて、 事物自,自身の毒性とみなされ生産物を価値物として崇拝しているのが商品のフェティシズムそういう,うマルクスの解釈自,自身が僕に言わせるとね近代近土社会の生身の人間だけ労働して価値を生むという近代の幻想にハマったものであるということが言えるんじゃないかなということで。 それであの「人間間の転換」という本を出したわけですね。えー、ここにあったら見えないこ。これ、こっちに持っていく。この本出したんですけど。で、こ商品自体を人間の歴史的。 な存在行動として捉え、機械や環境的自然も包括した人間観に基づいて、資本論を一から書き直すべきだとで。これはあのもっと注目を浴びていたらですね、えー、脱労働社会化していく論理ですね、えー、が明らかになりますので。えー 長期停滞にも陥らなかったという脱労働化社会化していくということですよね。しているからこうなったということはっきりしますし、将来に付けを回すことには、将来世代に付けを回すことにはならないという機会も価値を生んでいるわけですから、からそういうことが分かりますよね。そうしたら、長期停滞にも陥らずに済んだということになりますので、あの バブル崩壊も起こらなかったことになりますよ、ね、えー、ところが当時そのほとんどの研究者から仕方されましてまあ何人か熱心に高、まあ、評価いただいた方もいまして感謝してるんですけど、えー、なかなか、ね、大部分の人はしかしてましたけど、ね、人間の厚みがなかったからかなと反省しまして人間論の方にシフトしたんですね。 でも、この平成の長期デフレというのがありまして、経済を根本的に捉え交わさなければいけないということがまあ分かりまして、えー、MMT という知的冒険もありましたので、えー、それで,です、ね、あの痛感したわけですね、経済哲学。やっぱり一から考え直さなければいけないということですね、大胆に。 だから一から根本的に考え直すっていうことが、まあ、僕の言わせた哲学の定義で哲学の出番だっていうことなんでだから哲学者がこの、えー、この問題を回避していたんではですねあの哲学者とは到底言えないんじゃないかなって言いたいわけなんですねだからみんなでこれあの取り組まないとこの長期停滞から脱却できないと思いますし えー、安易にですねあのコミュニズムがあにしたらいいんだってパッとじゃあコミュニズムにしましょうって言ってパッとできるかできないですからす、えー、このあ今までの受けてですね積極財政に、えー、転換して、えー、構造的な改革をですね構造改革といってもあ,あのあ 小泉さんの言っているような意味ではなくてね、えー、本当に第三次、第四次,次、産業革命を、まあ、広げていけるし、えー、その活動所得制度をですね、うん、この打ち立てて、みんなあの生活が安定できるような、というか、そういうふうなあことですよね。 やっていかなあかなんんら、みんなで哲学しないとだめなんだとまあ、えー、積極的で訴えて政府が採用したからうまくいくわけではないということですね、えー、それをわからないと MMT もせっかくねいうこと言ってても失敗空振りに終わるということであります。でおしまい